正解は、ハロー、大学院春水です。赤見です。山本です。桜です。ナイスカイのスカイです。三田氏、はい、はい、私は怒っています。何？皆さん、撮影に必要なもの全部買ってますよね。でもちゃんと値段は検討したのかな。してます。というわけで今回はクイズノックが購入した物品の値段当てクイズ。イエー、これで値段わからない方を決めます。わからない方が多いなのね。全部で7問、税込みでお答えください。はい、はい、値段を答えて一番外れた人に一罰がつきます。7問終わって一番罰が溜まっていた人に罰ゲーム。うわー、やだな。罰ゲーム、動画公開されてから3日間買ったものの値段をツイッターで公開です。やーだー、地味にやだー。その間にシャンプーとか買わなきゃいけなくなったら地獄だね。使ってるシャンプー使ってるシャンプーが露呈するいいかということでやっていきましょう。はい、はい、1問目、はい、はい、これドンドン、あー、タロットカード。これ俺だ。これいつ使ったの。これはあの花輪さんとイキリンさんとみんなで謎解き脱出みたいにやるときに、あー、あ、これだ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 、これやばい、これやばいって。手首も、ちょっと手首、手首入るし、手首、よし、これや、開けてみよう。開けてください。タロットカードの箱の中に次の暗号が入ってる。ちゃんと78枚入ってる。ダイアルカナがあるかな。これ確かね、渋谷の東急ハンズ。ハンズ、あーある。触れなくて、あの店員さん呼んで開けてもらうガラスケース。それ高いってことですね。今、値札があるかなって探してたのかな。いや、あるかなにハマりすぎる。そこ気づけねえんだよ。はい、よろしいでしょうか。はい、全員回答揃いました。川上さん、オープン。3241円。伊沢さん、オープン。はい、サム、吊るされた男円です。ダイアルカナの12番、吊るされた男なんです。吊るされた男は寒いよねっていう。それでは、山本さん、オープン。これだ、3800円。お、やった、これは俺美味しい。そう、真ん中の人は絶対外さないもんね。うん、あ、そっか、そうそうそう、一番遠い人だけに罰がつくから。それでは、菅井さん、オープン。4980円。おー、結構攻めたね。待って、よし、ショーケースに入ってて店員さんを呼ばないと開けてもらえないというところをね、重く見すぎてしまった。それでは、買いました、福田さん、オープン。4800円。おお、5000円とか6000円のやつもあったんだよ。その中からどれを選んだかを覚えてなくて。安いのにしろよ。ということは、これ須貝さんと川上さんに絞られましたね。正解は5184円。だけー、だけー。福田さんはそれ税抜きですね。え、ぴったりぴったり。うわ、意外、意外と覚えてた。川上さんに一罰がつきます。はい、次の問題、これはもう消費してしまったのでないです。はい、商品名を読み上げます。ペヤング焼きそば激辛マックスエンド。ああ、あれか、山手線言ってたか言ってないか分かんないやつ。うわー、もうだー、これがあってことだろう。 YouTube はペヤング焼きそば激辛マックスエンド、あれか。うわー、書いた書いた、回答揃いました。一斉にオープン。はい、257。184。202。228円。222。え、これでしたの。やばい。これまたあれの可能性あるな。正解は208円。おーおーおーおい、208だとどっちが負けなの。僕が負けです。わあ、キさんが早い。算数を値段がわからないです。キさんはできるのに。川上さんに2罰目。おお、結構これでかいよ。はい、それでは第3問。ああ、これかい。はいはいはい、はい、これ経費出てないんだよ。これ俺のなんだ。これ私物だよね、多分。これ俺の私物。じゃあ経費じゃないじゃん。5次元ですね、第7弾の。だから去年の1月12日に出たやつが、発売日はちょっと安かったんだよね、多分これ。そうですね、はい、通常価格よりも発売当初安かったんで。ああ、そうなんですよ、そうなんです。今回お安い方の値段でお願いします。はい、ページ数考えるか。3180円。結構あるな。結構あるぞ。え、1ページ1円でも3000円するじゃん。回答で揃いました。それでは皆様、オープン。はい、8001円。8850円。やべえ、5432円。9800円。8888円。これはやばいぞ。山本が極端に低い。そう、大セールしてろ。それは結構大セール。正解は9180円。おー、大外ししたね。今からね。じゃあそっちでも罰つけます。
お？一応測っといて、罰ゲーム二人でもいいから。ちょっと待ってよ。俺はいいよ。俺はいいよ。俺も別でいいよ。いや今後巻き返せないでしょ。次の問題です。いや、これ。うわ。うわダメか。実験用に使う消火器。まあそうか。須貝さんが火使うから買っときましたよって言われたけど、これ多分ね、俺らは買ったの。これはお初じゃあるぞ。いや、あまりにも分からないね。よしよしよし。値段ベースですと山本さんが今ぶっちぎってます。そりゃそうだよね。桁間違える可能性あるな、これ。いや、本当だよ。回答が揃いました。はい、一斉にオープン。はい、21,601。え、21,018円。19,15円。4,000円。13,000円。やっば。マジでやばいでしょ。こういうものって置いとかなきゃいけないから高すぎたら買えなくなっちゃうじゃん。そうね、ホームセンターで売ってんだよね。さすがに2000ってことはないと思うけどな。え、これか、ね、俺もっとったみんな高いと思ってた。正解は3,530円。ほらだって、おーいえーい、外し冷凍的には結構な、また差額で言うとやばい。だ俺2個の可能性ある。山本の倍だもん。山本も相当外したか。はい、川上さんがやらかしました。もう確じゃね、もう厳しいよ。もうね、次の問題はこれです。これね。ああ、これか。いつの間にか本当に一番いらないやつ。マナーについて詳しい人呼ばなきゃいけないということでですね、今回は直々にこの方にお願いしました。どうぞ、マナー太郎さんです。そうです。そんな気持ちがいいから、ね、しかもこれ買ったの川村なんだよな。そうそうそう、本人が買ったんですよ。質感を感じ、質感を。確かに質感大事だよね。メントポリ混ざってる感じ。成分大事。成分見よう。ポリ100。ポリ100。おお、これはポリ100。これ鶴に編んでもらったさすがに0円です。0円です。それ0円な。人件費とか。皆様回答が出揃いました。一斉にオープン。はいはい。2,700円。2,700円で売ってる。売ってるよ。島村で売ってる。これ島村で売ってるよ。川村さん、さっきの扱い方も8,600円の扱い方だよ。高いから投げた。なるほどね。なるほどな。フェイクね。あと2問ですね。あと2問、はい、まあまあいろいろ決まってるけど、あと2問やろうや。そう、俺3発目4発目。もういいわ。7問しかないのに過半数だもん。早くも過半数。じゃあ次の問題。はい。うおー、なるほどね。早稲田式、早押し式。どれぐらいのセット感、本体に、うん、その大きいタイプのボタン10個、コード付きです。菅井さん、なんと現在トップですね。誤差ね、誤差現在トップ、はい、総合の誤差が3000しかないので。すごーい、すごっ。3000の誤差なんて川上1問でいい。いや、僕これ自分との戦いになってきた。確かに。いや、正直、菅井さん的に一番難しい。一番難しい。ここが山場かもしれない。それでは、皆さん一斉にオープン。はい。71,000。43,200円。64,000円。65,536円。83,000円。やっぱうわー、めっちゃった。俺が一番下来た。しかもそれ2の16乗じゃん。そう。やばー、すげえ。やばいな。大反応。いな。正解は9万円。うわー、かなり近い。うわー、しかもこれ額面での俺のロスやばいね。伊沢さんは今ので46,800の誤差。やっぱ相当入ったな今。最終問題を残して第1罰ゲームは川上さん、第2罰ゲームの誤差ですが、川上さんが47,000、菅井さんが27,000、伊沢さんが54,000、福良が2万、山本さんが44,000。うわやられた、やばい。額面でまさか俺こんなことになるか。どうせ罰ゲームやるならもう一人いた方がいいんで。やばいやばいやばい、本当に。最終問題です。どうぞ。これなんだっけ。これスパッタンレースとかのオープニングについてた音楽。そうです。
BGM の権利はいくら。うわあマジか。有料の BGM をクイズノックで通常ライセンスを購入しました。いくらでしょう。普段を使ってる音楽はフリーの音源を使うことが多いんだけど、うん、その時はかっこいい曲ぴったりのがなかったから、うん、有料なんだけど一回払ったらそれで何回でも使っていいですよっていう、うん、使用権。なんか今めっちゃ流してるこの BGM がどうこうより学面的にもう俺負けそうなのに、おえーってなってる。何千円くらいでしょう。はい、やっぱ4万7000、5万4000、4万4000。そうそうそう、1万円違うから。っていうことは川上が誤差が出ないと負けちゃうから。まあそうです。川上は誤差が出て、かつ俺が勝つ数字を書かないといけない。僕はいかに無難な数字を書くかが求められてて、俺はだからその無難から外すことが求められてる。福田さんオープン324円。菅井さんオープン3900円。山本さんオープン1万円。おお、いったな。川上さんオープン3100円。伊沢さん、オープン108円。高いものにアルビーだった。正解は5000円。おい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 。ということで、7問中4問川上さんが外しましたので罰ゲーム。はい、はい、これはね、まあまあまあ通算誤差59452円で伊沢さんも罰ゲーム。今日の1問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。この誤差の導入時、俺はいいけどねって言っちゃったんですよ。真っ先に言ったの俺だったんで。そう、山本に仕掛けようと思ってる。そうね。こんなにでかくなるんだ。はい、ということで今日はね、経費生産クイズやってきましたけど、生産なのな、まあ、俺の心の中では結構生産されて皆さんどれくらい分かったでしょうか。分かるかい分かるかい。ということで、我々の Twitter の、罰ゲームを楽しみにしていてください。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャン、Twitter もよろしくさよ。はい、ごちそうさまでしたね。